で直接的にはこうした歴史認識の転換にが影響されるようにして、マルキーリ・シュンの原爆の図第14部カラスが72年に制作されています。でこのカラスという絵画は、原爆屋に放置された朝鮮人被爆者の死体をカラスがついばむエピソードが描き込まれています。これは長岡博義に紹介された朝鮮人被爆者の聞き書きを収めた石牟礼道子、菊と長崎、1968年にインスピレーションを得たと言います。で私、個人ですが大事だなと思うのは、このカラスと菊と長崎という、あの一方は絵画で一方はルポルタージュですが、に共通して言えることとして、あの一方的な社会正義を盾にして絶対的な立場から加害者を告発、糾弾するというスタイルを取ってないということです。可能な限り被害者の境遇に接近しつつ、共に苦しみを感受しようとする姿勢がそこに存在します。おそらく丸木夫妻や石牟礼は被害者と加害者という区分を固定して捉えていません。被害と加害が複雑に絡み合う、むしろあのどちらがどっちかわからないような流動するような記憶の場に繰り返し立ち戻りながら原爆体験を捉え直そうとしていると思います。でこういう、カラスや菊と長崎などに比べれば、裸足の原理で表彰される朝鮮人差別、植民地支配の問題は一見分かりやすい告発、日本人悪いというような、あの糾弾というスタイルに近いかもしれません。だが、この朝鮮人差別を熱く語るパクさん、ボクさんが戦後闇市で人財産を築いたというエピソードが書き込まれているのは重要だと思います。日本で生き延びるには金銭しか信用できなかったと語る牧さんは、成功するためにはヤクザまがいの悪いこともやったんだろうと想像されるわけで、あのおよそ単純な善悪では割り切れない人間存在の深さにも触れていると思います。でそもそもこの牧さんの戦後の出発の根底には、父親を自分は助けることができなかったという自責の念、痛苦の感情があります。でこれは被爆体験時に父、姉、弟を救えなかった、でもっと言えば戦後においても妹や母や多くの仲間を救えなかった。私の言は死者がいっぱい出てきます。そういう中岡言の経験と共通するものであり、さらに言うならば、そこには多くの被爆体験者がどうしようもなく抱え込んでしまった感情、すなわち自分が生き延びるために誰かを犠牲にしないといけなかった、助けようにも助けられなかったという罪の意識、恥辱の情を見て取ることができるかもしれないということです。で、まとめに変えてなんですが、裸足の原に品質する天皇の戦争責任、天皇制批判にちょっと触れて終えます。で先に触れた朝鮮人被爆者問題もそうなんですが、それ以上に天皇制批判には作者や発表媒体、特に週刊少年ジャンプ以降 の、 75年からの市民、文化評論、教育評論といったある種の党派性を持った媒体なんですが、の政治的意図がはっきり見て取れるのは誰もが認めるところだと思います。で裸足の原を、こうしたあからさまな政治的プロパガンダ、イデオロギーの道具と化した漫画と見ることも私はやっぱできると思います。ですが一方で、漫画の方こそが政治的プロパガンダやイデオロギーを巧みに利用することで受け入れられていた、そのように考えてみることもできるのではないでしょうか。で1975年10月31日原の連載が再開して年です。初の訪米を終えた昭和天皇は記者会見の席上、戦争責任について問われ、そういう言葉のあやについては私はそういう文学的方面はあまり研究していないのでよく分かりませんから、そういう問題についてはお答えできかねますといった発言をします。言葉のあやを研究の生業としている文学研究者としては見過ごせない言葉のあやなんですが、昭和天皇は広島長崎の原爆体験についても同じ会見で、
遺憾には思っていますが、こういう戦争中であることですから、どうも広島市民に対しては気の毒ですが、やむを得ないことと私は思っております。やむを得ない発言を申します。で、象徴天皇としては、政治的な問題を極力避けようとする姿勢と、考えることももちろんできます。ですが、アメリカの原爆投下を免罪化することによって、自己の政治的かつ倫理的責任を回避するものであることにも変わりはありません。で、この昭和天皇は、よくよく考えると、45年8月15日の終戦の詔勅において、敵は新たに残虐なる爆弾を使用して、しきりに無辜を殺傷し、五代ために咲くと語った人です。で、五代ために咲くのというのは自分の体がバラバラという私の体で天皇自身なんですが、文脈から考えればそれは日本という国土と私の体を一体化しているわけで、国土を一つの身体になぞらえて原爆によってそれがバラバラにされたと強調します。だからそこには国家国土という身体への傷が強調されても、一人一人の原爆体験者の心身の痛みに対する想像力は乏しい。で、一方で無辜の悲惨さを、一方でやむを得ないと言ってしまう、そういう言葉は為政者の言葉としては大変見事というほかありませんが、私たちが原爆体験の表彰について考えるとき、昭和天皇の言葉というのは未だにどのようにそれに向き合うのかというのが問われ続けているようにも思います。で、話の原理の過剰に繰り返される天皇制批判というのをこういう観点から捉え直してみたときに、昭和天皇が象徴する戦後日本の原爆表彰をめぐる支配的な解釈行動、やむを得ないと言ったり、一方的に悲惨でかわいそうと言ってしまうような、そういう解釈行動を、体当たりで解体しようと試みた、体当たりして砕け散ったと思うんですけども、それを支えたのは大きな物語では救いきれない無数の体験の領域をどうにかして再記憶化しようとする執念ではなかっただろうかと考えます。以上です。